しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、またまた修羅の限界にリベンジしたいんですけども、ちょっとみんなそろそろこれ飽きてきたでしょ飽きてきたでしょ絶対。ってことで今日はね、ちょっと前にツイッターでお悩み相談受け付けますって言って募集したやつを答えながら修羅をやっていこうと思います。それでは早速、じゃあまず1個目のお悩み相談。なんか去年ぐらいから勝手に人と壁を作ってしまったりしてしまうのが治りません。壁を作る、でも私も結構壁を作る人間なので、別に良くないですかって思うんですけど、すごくない？全部ロックかけたよ。壁作るの何が悪いんですか？別に仲良くしたくない人と仲良くする必要ないし、誰とでも壁作らずみたいな人って、まあこれは私の偏見ですけど、あんまり信用できないというか、それでも壁を作ってでも一緒にいてくれる人といたらいいんじゃないですかね。そう思いますよ。はい、次。ふみさん、こんばんは。お悩み相談で、電車時刻が同じ時間でいつも会っている女性がいます。話しかけたいのですが、どんな風に話せばいいでしょうか。これはね、それを成功したいのかどうかにもよりますね。成功させたいなら私は話しかけない方がいいというか、まだタイミングを伺った方がいいのではって思いますね。普通に考えて、この質問してくれた方がどういう容姿かは分かりませんが、私だったらたとえこの人がイケメンでも、知らない男の人に話しかけられたら怖いですね。普通に考えてね、知らない人から声をかけられるというのは実際経験もありますけど、あんまいい印象、第一印象ではないなくなっちゃうから、なんだろうな、なんかいいきっかけがあればいいけどな。例えばその女性がなんか物を落としたら、もうすかさず取ってあげて、落ちましたよみたいなそんな漫画みたいなシーンあるんか知らんけどなんかそういうきっかけがあった時に話しかけるならまだいいと思いますね。なんか急にいつも同じ電車で気になってるんですけどって話しかけ方はマジでやめた方がいいです。次、対等のことなんですが、したくないと思ったらやめてもいいと思いますかね。そりゃしたくないのならやめるべき、逆にやめるべきじゃないですか。だって自分もやりたくないしさ、もう雇う側もさ、やりたくないのにやられてる方が困らないですか。まあ言い方あれかもしれないんですけど、それはやる気ある人の方が働いてほしいじゃないですか、やった側も。だからね、やめた方がウィンウィンですね。やめましょう、今すぐ。はい、次。仕事がきつくてやめたいって思ってしまうことがあるんですが、どう乗り越えたらいいですか。私だったらやめるけど、すぐ。だって、きついんだもん、それやめるでしょ。なんかね、事情、あ、間違えてファスカー触っちゃったーい。なんか事情があってやめられないとか、まあ、やめる予定はあるけどそれまで頑張りたいとか言うんだったら、何ですかね、彼女を作るとかやっぱ仕事以外で何か趣味とかさ、癒しがあれば頑張れるのではないでしょうか。私はそういうタイプなんでね。上司が嫌な場合はその上司の話を聞くことをやめる。なんか喋っとるわぐらいの感じでいきましょう。じゃあ次。今年大学受験を迎える受験生なのですが、毎日集中できず勉強に身が入りません。何かいい集中の仕方、勉強の仕方などありますでしょうか。
いや美大生にそれ聞く？なんか進級の仕方って割と人それぞれじゃないですか。どこで勉強してて身が入らないのか、わからないのか、家かな。だったら家以外で勉強してみるとかさ。私は意外と雑音があった方が集中できるタイプなんで、おしゃれにスタバ行ってみるとかさ、とかどうすか。そこのさ、大学に人気で合格したいと思うんだったら、集中できるはず。だって、浪人したくないじゃん。私、浪人だけは絶対嫌だったもん、マジで。マジで、浪人嫌って思ってやったらどう浪人だけはしたくないじゃん。そう思うのはどうですか。次。来月就職試験でもうすでに緊張しているんですが、こういう時に何かいいアドバイスをいただきたいです。就職試験って何？面談ってこと？私あんまりね、就活そんなに やらなかった人なので、どう答えればいいかな。こんな無責任なこと言うなって感じかもしれませんけど、落ちたってね、会社はいくらでもあるんです。たとえそこに落ちても大丈夫です。生きていけるからって思えば気が楽なんじゃないですか。次。今のご時世ウイルスが流行っていて就職できてないんですけど、それがとても不安というか惨めというか、一応バイトはしているのですがメンタルが持ちません。メンタル保ついいことがあれば、いいことがあれば知りたいです。あれ、ここまで来たの初めてじゃないか。さっきも言いましたけど、別に就職できなくたって生きていける。世間でね、いわゆるさ、フリーターじゃないですか。もし就活しなかったら。フリーターってさ、言葉の響き悪いじゃん。印象悪い気がするけどさ。でも、働いてるじゃん、フリーターって。ニートだったら働いてないけどさ、フリーターはちゃんと働いてるわけじゃん。それの何がいけないんって思う。バイトをさ、してる。あ、死んだ。これ、エンハンス打たないとダメなんかい。大学出てすぐ就職しないとダメみたいな。ないっすよ。ないない。別にいつ就職したっていいじゃん。ね。あー、消しちゃっただから、みーちゃんが大丈夫って言ってたから、大丈夫。って思ってください。次、お悩み相談です。元彼と絶対に復縁したいのですが、デフレになってしまいました。相手は彼女いらないと言ってるんですが、どういう心情なのかよくわからないですし、また彼女に昇格するためにはどうしたらいいと思いますか。これはね、はっきりと申し上げますと、彼氏がどういう心情なのかと言いますと、欲を満たしてくれる、都合よく欲を満たしてくれるって思われています。彼女に昇格するためにはどうしたらいいと思いますか。いや、昇格は無理じゃないですか。一回さ、降格した時点でさ、もう戻れなくないですか。じゃあ戻れたとしても、あなたは幸せにはなれない。でもさ、こういうのってさ、第三者がいや、そんな男やめときなよって言ったところでさ、やめられないんだよね。やめられた人見たことないもん。この子が、体だけのね、関係だけでもいいって言うなら、続けたらいいんじゃないですか？昇格はできないと思いますけど。きっとね、違う人が現れますよ。あなたを幸せにするのはその人じゃないです。なんで、これはアドバイスになったかわかんないんですけど、絶対に復縁したいって書いてあるけど、それは、諦めよう。復縁したところで幸せになれないから。マジで。きっと苦しいんだろうけどね。頑張ってください。いつかいい人が現れますように。次。学生時代どのような子でしたか？お悩み相談でも何でもねえ。とんでもないの来た。どのような子でしたか？いや、それはおとなしい子でしたよ。別に、先生から目をつけられることもなく、注目されることもなく。だって問題を起こすとさ、めんどくさいじゃん。基本私の思考はめんどくさい、なんですよね。めんどくさいから、
大ごとにしたくないからおとなしくいきます。私はそんな感じの子でした。次、気になった人とかがいても自分から話しかけることができません。今までも基本自分から一目惚れみたいな感じから始まったけど、そこから話しかけることができず終わってしまうパターンが多かったです。あと仮に付き合ったとしても自分からリードできる自信がありません。こういうタイプの人はどうしたらいいですかね。いや、わかんないですけど、さっきみたいに電車で会った人とかじゃなければ普通に話しかけたらいいんじゃないですか。普通にが難しいのか、難しいことかな、難しいのかな。でまあ注意してもらいたいのは、話しかけるときはやっぱり身なりはちゃんとしようね。やっぱ第一印象ってさ、顔なんだよ、どうしても。だから最低限身なりを整えて話しかけたらいいんじゃないですか。なんだろう、なんとかちゃんって何々好きなのとか、わかんない、私女子校なんで話しかけられたことないんですけど、自分がリードできる自信がありませんっていうのは、それはさ、付き合った相手の子にもよるんじゃないですか。だって別に私リードされたいって思う子もいると思うんですけど、そんなになんか無理してリードしてくれなくても良くない？良くない？お互い頑張れば。リードしてほしいって言われたら、じゃあ頑張るけど、それは付き合った後の話だから、今は考えなくていいと思います。あ、コンボが足りない。次。恋愛相談多いな。恋愛相談なんですけど、全然彼女できないんですよね。いつもいい人止まりなんです。解決方法あれば教えてください。いたな、いい人止まりの人。なんか、人としてはいい人だけど、男としての紳士さとか、紳士さ？何かが足りないんでしょうね、色気とか。なんかキュンキュンさせたがもがちじゃないですか。恋愛って女性が求めるキュンキュンをキュンキュン研究してみたらどうですか。どうにか頑張ってキュンキュンさせてください。お願いします。だけど壁ドンとかはしないでね。次、恋愛相談です。今付き合ってる人がいるんですか。私はすごい嫉妬深くて自分に自信がなくとても悩んでいるんですが、自分自信をつける方法はありますか。いやー、わかるよ、その感じ。この感じすごいわかる。嫉妬するってつまりさ、不安なわけじゃないですか。それ不安にさせてる彼氏が悪くないですか。って私は思うんですけど、どうですか。だって自分に自信がなくても、彼氏か彼女がしっかり愛情表現してくれてたらあんまり嫉妬しないと思うんだよな。彼氏に言ってみたらどうすか。私こういうのが嫌なんだけどって、そういう話をしてさ、突き放す彼氏だったら付き合うのやめた方がいいよ。ちゃんと向き合ってくれる人と付き合おう。はい、次、悩み相談ではないんですけど彼氏いますか。そうだね、悩み相談ではないね。それは、質問コーナーでも言いましたが、お想像にお任せいたします。次、子供何人作りたいんですか。これは下手したらセクハラになるんで気をつけた方がいいですよ。そういうビジョンはあんまり今のとこないですね。次、今の仕事にやりがいを感じることができず、この先何十年も続けていく自信がありません。転職は絶対ないと思われる。絶対もったいないかな。もったいないと周りに言われるのですが、今の仕事にやりがいを見つけて頑張るか、転職して心機一転頑張るか、どちらがいいと思いますか。やりがい感じないならやめましょう。こういうさ、人生のさ、分岐点、決断においてさ、あんまり人の意見って必要ないというか感じしますけどね。自分がやりがいがないと思ってやめてもいいかなって思うんだったらやめましょう。次、恋愛相談です。婚約中で結婚を控えているのです。いつも一人で対処しています。女性はどのようにアプローチされると思ってくださるのでしょうか。同棲期間が長く相手も慣れてしまっています。よろしくお願いします。やっぱ慣れっていうのは、
あれ？ということで、どう答えようか考えてたら負けました。今日はこの辺にしようかな。でも前回と同じところまで行きましたね。15回かな。あの、硬い4人。あれ、離脱されてんのどうしたらいいんだろう。じゃあ相談の方もどうでしたかね。私の意見なので、まあ、参考程度にしてもらって、まだまだ、相談受け付けますので、Twitter の DM か、コメント欄かとかで、いっぱい書いていただければ読むかもしれません。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。